現れるな。暴れないでくれ。ああ疲れた。ちょっと寝るよ。待って、剣崎くん。何？もう一つのことはどうなったの？もう一つのこと？相川はじめのハートの2のカードのこと。そうか、はじめがジョーカーでハートの2のカードを使って人間の姿になっているとしたら、あのカードには人間が封印されていたの。教えて剣崎くん。あのカードが封印されているのは1万年前のバトルファイトの勝利者だ。封印されているのはヒューマンアンデッドらしい。やっぱりいたんだ。あのカードに1万年生き続けたアンデッドが。でもあいつは人間を一人も傷つけてはいない。それだけは確かだ。懐かしいかな？ボードの研究所と似てるだろう。なぜ剣崎の写真が？いずれ説明しよう。広瀬さん、あなたもジョーカーを追っていたんですか？アンテッドの秘密を解くために。ジョーカーは危険な存在だ。だが相川はじめと呼ばれているジョーカーのことは急がなくてもいいかもしれない。どういうことですか？彼は今ジョーカーとしての凶暴性を表していない。それよりも危険なのは剣崎君だ。剣崎が？こいつは。やれ、お前ではない。あなたがこのアンテッドを。私が作った。作った？アンテッド？正確にはアンデッドではない。アンデッドの細胞と人間のデータから作った実験体だ。